県内の公立高校で今日から入学願書の受付が始まりました。静岡の三山中学校でございますけど、質問もよろしくお願いします。静岡市の静岡高校には各地の中学校の教職員が続々と訪れ、生徒たちの願書を提出しました。高校の担当者は記入漏れがないかなどを慎重にチェックし、願書に受付番号を打ち込んでいきました。入学願書の受付はあさって正午までで、その後受験生は志願倍率を見て志望校を変更することができます。学力検査は来月3日、面接は4日に行われます。今年は新型コロナの感染者に対応するため、合格発表後に追加検査の日程も設けられています。